こんにちは、ケンイチです。今回の動画ではキャンプ初心者が2019年に買ってよかったものランキングトップ10をご紹介していきたいと思います。まず第10位なんですけれども、こちらキャプテンスタックのスキレットですね。18センチの深底のものになっております。で、このダイソーのスキレット M に比べるとこんな感じで一回り二回り大きくて厚みも結構あるようなものですね。で、僕なんですけれども結構2、3人でキャンプすることが多いんですよ。というのもまだまだ僕キャンプ初心者というところなので、グループキャンプをするっていうことが多いんですよね。だからまだソロキャンプとかっていうことはやったことがないんですけども、まあ、その中で2、3人とか、まあ、多くて4人とかでやることが多いんですけど、そういった時に、まあ、みんなでご飯を作って食べられるようなものっていうところなので、大きめのスキレットっていうものが欲しいなっていうふうに思っていました。で、この2、3人前だったらこの中でアヒージョをグツグツ煮込んだりだったりとか、あとはお肉を焼いて食べるっていうことに関してはこれだけあれば十分っていうところなので、これ買ってよかったなっていうところですね。シーズニングとかその普段の手入れとかっていうことを考えると、通常のクッカーとかに比べるとちょっと面倒だなっていうことだったりとか、単純に大きくて結構重たいから大変だなっていうところがあるんですけれども、スキレットならではの美味しい料理といいますか、この中でまあアヒージョだったりとか、そういうお肉を焼くっていう風になるととても美味しく作ることができるので、結構これは僕の中で気に入っている商品になっておりますので10位に選ばせていただきました。で、こちらは税込みで926円で Amazon で販売しております。で、続いて第9位はこちら、アマゾンチョイスのアウトドアテーブル。このメッシュタイプのものですね。こういう風に折りたたんでいるとこんな感じのサイズ感で、足をサッと出すとこんな感じでちょっとしたテーブルになるというものになっております。で、こちらなんですけども、まあ、何より僕の中で気に入っているのはこの見た目ですね。結構武骨でかっこいいなっていうところがだいぶ気に入ってるんですけども、普段は家でこの上でこういう風にバーナーを乗せて、で、この上でお湯を沸かしてコーヒーを入れるとかっていうので、ちょっと、まあ、そんな感じでアウトドア気分を少しでも楽しもうっていうところでやっています。で、あとこちらなんですけれども、直火 OK なんですよね。ですので、まあ、例えば、その直火で焚き火をしたりとかしてるところに、こういう風にポンって乗っけて、で、その上でこれをさらにこう、乗っけて、例えばさっきのこういうスキレットだったりとか、他のなんかクッカーとかで料理をするっていうこともできるので、そういう作業テーブルとしても使えるし、このグリルとしても役立つというところになっております。で、傷とか汚れとかっていうのも気にせずにガンガン使えるっていうところが、やっぱアウトドアですごく重要じゃないかなっていうところなので、結構今のところ気に入っているなっていうところですね。ただ問題点といいますか、その気になるポイントとしては、これ以上小さくならない。っていうところですね。ただ、まあ、僕の場合はまだこのグルキャンとか、まあ、そういう複数の人数で行くっていうことが多いので、車で行くことが多いんですよ。ですので、まあ、ちょっとこの一人で、バイクに乗ってどっかに持っていくとかっていうのはちょっと現実的じゃないんですけども、そういう車に乗って持っていくとか、ある程度の人数でキャンプをするとかっていうところであれば、これテーブル、これがあるだけでも、やっぱまあ、キャンプサイトの見た目もかっこよくなるし、で、実際に使ってみても実用性も高いというところですので、あんまり僕的にはその積載の中では、今のところは気にならないかなっていうところですね。ただなんかちょっとキャンプレベルといいますか、そういうアウトドアレベルが上がってきて、まあ実際にソロキャンプとかに行くようになってくると、ちょっと使わなくなる可能性もあるんですけど、今のところはこれ買ってよかったなっていうところになっております。で、こちら Amazon で2980円税込みで販売しております。で、続いて第8位、こちらのハスクバーナの斧ですね。38センチのものになっております。で、キャンプのことを勉強していくにつれて、ブッシュクラフトに結構興味を持ち始めたんですよね。で、それの入門編として Amazon でも大人気のこちらのハスクバーナを購入いたしました。で、結構作りもしっかりしていて、まあ、デザイン性というんですかね、この見た目もかっこいいですね。サクッとこういう風に刺して置いてあるだけでもかっこいいですし、この刃の部分ですね、このメインのところだと思うんですけど、こちらにもこの本革の刃をガードしてくれるような刃を守ってくれるものもついていたりして、この全体的にかっこいいなっていうところですね。で、この持ち手のデザインっていうのも、この絶妙な R っていうんですかね、この曲がりが手にちょうどフィットするんですよ。
強く振り下ろすときはこの手前を持つと思うんですけども、ここがちょうど、止まるようなところで、で持ち上げるときはこの手前を持ったりすると思うんですけども、そっちの入れ替えもどっちもグリップが効いていてすごく使いやすいんじゃないかなっていうところですね。であとはこの37センチっていうのがまたポイントだと思うんですけども、結構座って巻き針をすることが多いんですよ。でその時にちょうどいい大きさ、そして重さじゃないかなっていうところですね。こちらを購入してから現地で巻き針をして、でそこからフェザースティックを作ったりだったりとか、あとは薪を拾ってきてですね、近くの枝を拾ってきて燃えやすい大きさに整えていったりっていうこととか、もうそういったこともなんか最初めんどくさいんじゃないかと思ってたんですけども、これを買って考えが大きく変わったなっていうところですね。そういったことも一つ一つが楽しいんだなとか、なんか自分の中でなんか集中して考える時間になったりもするので、これを手にしたことによって、まあ、そういう考えがまた生まれてきたっていうのが、僕にとってそこが結構大きいところだと思います。まあ、そういった巻き割りとかを始めるきっかけになったこのハスクバーナっていうものはすごく大きいんじゃないかなっていうところですね。で、値段は Amazon で8500円で購入いたしました。続いて第7位なんですけれども、こちらはラブパワーというメーカーのポータブル充電器になっております。まあ、こんな感じの結構ハードめのケースに入っていて、開くとこういったように充電器と本体が入っていますね。普段キャンプに持っていくときは、これはちょっと大きすぎるから持っていくことはないんですけれども、これだけをキャンプ場に持っていくとかっていうことが多いです。このラブパワーの充電器の最大の特徴っていうのは、ここなんですよね。こうペリって、ここを向くとっていうか、ここを開けると、AC 電源を差し込める口があるんですよ。ですので、普段だったらここにあるような USB とか、でこれ USB-C もついてるんですけども、そういったもので充電するっていうことがほとんどだと思うんですけど、これは AC 電源もついているっていうところなので、例えば僕パソコンで仕事をすることが多いんですけども、そういうキャンプ場でちょっとメール返さなきゃいけないとかっていう時に、Mac の充電がなくなってしまうとかっていう時も、これがあれば充電することができる。で、容量としては 2100mAh っていうところなので、MacBook でも約1回ぐらいだったら充電することができて、で、あとは僕は最近だったらこの YouTube とかを撮り始めているので、まあ、それのカメラの充電だったりとか、あとはLED ランタンとかですね、まあ、そういう充電できるものとかっていうものをこちらで1泊2日ぐらいのキャンプだったら十分自分用、自分一人だったら賄えるんじゃないかなっていうところなので、これはめちゃくちゃ気に入っております。まあ、ただちょっと 585g もあるので、バックパック一つでとかツーリングバイクでこれを乗っけて持っていくっていうふうになると結構大きくて重たいから、そういった方にはあまりおすすめはできないかもしれないんですけども、僕みたいに車でキャンプに行くよとかっていうので、まあ、乗せられる積載量だったりとか重たくても全然大丈夫だよっていう方であれば、こちらおすすめでございます。こちらはケース付きで 14,999 円で Amazon で売られております。キャンプのお供におすすめです。続いて第6位、こちらコニファーコーンのバタフライソーというものになっております。で、これ畳んでいると何か分かんないと思うんですけども、ここのロックを外して開いていくとこんな感じでノコギリになります。で、後ろを留めればこちらもこの持ち手の部分も固定されるので、こっちをグリップにして薪とか、まあ、そういうものを切断できるノコギリになっております。昔バタフライナイフとかあったと思うんですけども、それと同じような形状だと思います。こういう風に折りたたむときは同じように取っ手を反対側に持ってきて、でそれでロックを押して、でそうすればここまでコンパクトになるので、で一般的なノコギリだともう少し長さがあって、こういう折りたたみ式だと思うんですよね。まあ、それでも全然悪くないんですけれども、たまたまこちらおすすめしてもらって、最近なんかこんなのバタフライソーとかっていうのが流行ってるんだよみたいなことを教えてもらって、まあ、それで買うきっかけになりました。で、広げればこういう風に結構長さもありますよね。
でこんな感じのそこそこの大きさにもなるし、でこの手の握った感覚、このグリップ感とかっていうのも割としっくりきて、でこの刃の長さですよね、この刃の長さよりも大きい木を切るとかっていうのは結構大変で難しいと思うんですけども、これより短いものですよね。このぐらいの普通の薪、よく売られている薪とか、まあ落っこってる流木とかの太さであれば全く問題なくこちらで切ることができます。切れ味も抜群で、普通に上手に引くときだけ力入れるっていうような切り方ができる人であれば問題なく使うことができます。で例えばこういうふうに薪があったとしたら、基本的にこっちが根っこの方で上が葉っぱだと思うんですけども、木の繊維っていうのはこういうふうに縦に入ってると思うんですよ。だからさっきのハスクバーナーとかでトントントンってやれば勝手にパカって割れたりとか、それが横になるとナイフで切ることはもちろん難しいし、さっきご紹介させていただいたハスクバーナーで思いっきりバーンって叩いたとしても、この繊維が横にこうバーって重なっているような状態だから切断するとかっていうことが結構難しいんですよね。そうですね、さっき紹介させていただいたこちらのラブパワーぐらいの厚みのあるものになってくると、手とか足とか思いっきりやったとしても折るのって相当難しいんですよ。でそういった薪を使いたいシーン、例えばちっちゃい焚き火台だったりとかで調理をしたいとか、焚き火台に入れたいとかっていう風になった時に薪が長すぎたりするとちょっと使いづらいと思うんですよね。でそういった時にこれを普段使わないとしても携帯しておくだけで、このラブパワーぐらいの太さの薪とかでも全然問題なく切断をすることができますので、これ1個持っておくだけで結構焚き火がしやすくなるんじゃないかなっていうところですね。こちら第6位のコニファーコーンのバタフライソー、めちゃくちゃおすすめでございます。価格は5490円で Amazon で購入いたしました。続いて第5位なんですけども、こちらシンフジバーナーのソト301シングルバーナーになっております。でこれはCB 缶ですよね。カセットボンベが使えるシングルバーナーになっております。で使い方はすごくシンプルで、こっちのダイヤルの方を回して、そうするとシューッといってガスが出てくるので、そしたら、着火するだけですね。もう、音がゴーっていう風に上がって、だいぶ火力があることがわかると思うんですけども、最大にすると、こんな感じですね。実はこちらなんですけど、僕ら初めて買ったシングルバーナーになっております。でこちらは301っていうものなんですけども、もう一個よくある定番だと同じ外の製品でこちらですね、310というようなものになってるんですけども、シングルバーナーの本体とこのカセットボンベが一体式ですね。ここに鍋とかを乗せて使うようなものなんですけれども、こちらの301の方はこういうふうにバーナーとこのガスボンベが離れている分離式のものになっております。でなんでこういうものにしたのかっていうと、この横沢鉄板っていうものをちょうどその時に買ったんですよ。でその時にこういう風に乗っけて、まあ、ちょっと焼肉とかしたいなとかっていう風に考えていたんですけども、結構これが熱を持つので、さっきの310の方だとちょっとガスボンベが熱くなってしまって爆発する危険性とかがあるよっていうことを学んだんですよね。恥ずかしい話なんですけども、今となってはそれぞれの違いとかっていうものとかも、バーナーそれぞれの特徴とかですよね、まあ、そういったものが分かるようになったんですけれども、その時は全くよく分からなかった状態だったので、とりあえず安全性の高いこっちにしようっていうふうに思って買った次第でございます。あとこちらを選んでよかったなっていうふうなところとしては、この五徳ですよね、この鍋を置く場所がすごく大きいので、結構大きい鍋、家にある一番大きい鍋をポンって乗っけたとしても全然グラグラしないし、安定感がとにかく抜群ですね。あとこの熱源が結構大きいんですよ。さっきのこの310の方と比べるとこんな感じで、ガスですね、この炎が出るところの口の大きさが全然違うんですよ。こっちの方だと一点集中型に近い形状になっているから、まあ一番火が当たるところが焦げやすいとかっていう特徴が出てくると思うんですよね。基本的なアルミのクッカーとかで調理をしているっていう風になると、やっぱその一点だけ焦げやすくなるとかっていうのがあるんですけども、これだったらそれが起こりづらいっていうような特徴もあります。あとやっぱこちらのバーナーの一番の魅力としてはこの CB 缶ですよね。これはたまたま専用の外のカセットボンベ CB 缶が付いているんですけども、家にあるような CB 缶、カセットボンベですよね、カセットコンロにつけるようなものと同じものが使えるっていうところが魅力だと思います。
で、アウトドア用とかだと、こういうなんか肉まんみたいな、オーディー缶っていうアウトドアの缶があるんですけども、それって、それになるだけで燃料代がすごく高くなるんですよ。で、このカセットボンベ、この CB 缶の方だと、ね、安いものとかだと100均に売ってるんですよね。で、あと、やばい、あとちょっとしかないとか、キャンプ場の近くに行って、こいつ買い忘れちゃったとかっていうところだと、オーディー缶っていうそのアウトドア専用の肉まんの方とかっていうのはなかなか手に入りづらいんですけども、こちらの CB 缶だったらコンビニにも売ってるし、まあ、基本的にすぐに手に入る燃料だから、なんとなくそれで CB 缶がいいなっていうふうに思って買ったんですけども、これが実際に使ってみてもめちゃくちゃ良かったなっていうところですね。畳んである程度コンパクトにはなるんですけども、少し大きいっていうところと、あとはこれ自体がそこそこですね、ここのこっちとこの本体を全部含めると 690g というところなので、そこそこの重さがあるというところがデメリットなんですけれども、普段使い慣れているこういう CB 缶と、あとは大きいお鍋ですよね。で、僕みたいにグループキャンプとか、あとはファミリーキャンプとかっていう複数の人数で行く方であれば、こういう配置とかもね、結構自由自在に決めることができるようなものになっておりますので、そういうふうにたくさん料理を作りたいとか、大きい鍋で調理をしたい、かつ安全性も保ちたいとかっていう方であれば、僕と同じように301のシングルバーナーおすすめでございます。続いて第4位はこちらの DOD の秘密のグリルちゃんです。秘密のグリルちゃんとかっていうところだから、なんか変なネーミングではあるんですけども、ポケットに入るサイズ感で持ち運びってものとても便利なんですけれども、広げればこんな感じで一人でこの焚き火をするとかっていうことはもちろんですし、あとは料理をするとかっていうことであれば、もうソロキャンプだったら十分な大きさになってきます。焚き火はもちろんできるっていうところはあると思うんですけども、このグリルちゃんっていう名前がついている通り、こちらで焚き火と料理を一緒に楽しむことができるというところがすごくいいんじゃないかなっていうところですね。で、この秘密のグリルちゃんにはこんな感じで8本の焼き網っていうような、まあただの棒っていうか、こんな感じのそれぞれのこの支柱に渡すようなものがついていて、で、この波打ってるんですよ。この波打ってるところに1本ずつくっつけて、まあ、それでお肉を焼いたりとかいろんなものを調理することができるっていうふうに言ってるんですけど、それをやっちゃうと燃料を入れづらくなるんですよね。ですので僕は最近使う時だったら、この基本的にはこの2本ぐらいしか使わないんですけども、最大でも3本とかですよね。こういうふうに3本とかつけて、で、手前でこうやってケトルとかを乗せてお湯を沸かしたりだったりとか、で、さっきのこんな感じでスキレットを乗っけてもいいですし、で、これ自体の最大荷重だったら、最大でこの焼き網だったら5キロまでの耐荷重があるので結構な重さに耐えられるんですよ。で、こっちで料理をしながら、あとはこっちに薪を、上の網を張ってなければ燃料も入れやすいっていうところがあるので、そんな感じで使うこともできるというところですね。で、あとは例えばここを別に1本とかでもいいんですけども、こんな感じで1本とかにすれば、とりあえず支えるブリッジの方を固定することができるので、その上に100均の網とかですね、こういうふうに乗っけて、それでお肉を焼くこともできますし、ね、燃料を足したいなと思えばこういうふうに取って、また炭とか薪を追加して料理をするっていうこともできますね。で、焚き火をするっていうふうになると、直接この網でやるっていうふうになると燃え移っちゃうことがあると思うんですよね。炭だったらその熱で調理することができると思うんですけども、焚き火で直接火が燃えてる状態でお肉を焼こうとしたりすると、肉とかそういう食材に引火しちゃうっていうところがあると思うんですよ。ですので僕はこう網を乗せて、その上にさらにこんな感じで横沢鉄板を乗せて焼肉をするとかっていう風に使っていますね。で、これであればこの横沢鉄板を乗っかっていたとしても、すぐにこういう風に溶かすこともできて、薪を追加することもできるし、あとはそういう焚き火ですよね、実際に火がゴーゴーと燃えてるところであっても問題なく暖を取りながら焼肉も美味しく食べられるというところなので、めちゃくちゃおすすめでございます。で、あとこちらの網はダイソーで購入した100均ですね、100均ダイソーで購入したもので、こんな感じでなんか足を出して高さを変えることができるんですよ。こういうふうにやればそのまま自立する
ような網なんですけども、こちらをこんな感じで秘密のグリルちゃんの下にセットすることもできるんですよね。ですのでこの下で例えばピザを焼いたりだったりとか、あとは焼き鳥とかですねを焼くっていうこともやっています。で、僕みたいに横澤鉄板持ってない方っていうところだと、焚き火をしながらそういう上で焼き鳥を焼くとか、あとはピザを焼くって結構難しいじゃないですか。だけどこれですよね、この秘密のグリルちゃんとしてはこのメッシュになっているから下も相当熱があるんですよ。で、こちらの秘密のグリルちゃんのメッシュに関しては網目が大きいわけじゃないから下に炭が落っこちるわけじゃないんですけれども、メッシュだからこそ熱が下に思いっきり伝わるっていうところがあるので、下にそうですねこういうものを置いたりして調理をすることができますので、これであれば上でゴーゴーと火を燃やしながら下の熱ですよね、下の熱でピザを焼いたりとか、じっくり焼きたい鶏肉とかですよね、そういう時とかはこんな感じで網の高さをまた調節して低くしたり高くしたりっていうところで調理も同時にすることができるというところなので、これはめちゃめちゃおすすめでございます。で、このサイズだったら家のキッチンの流し台とかでも問題なく洗うことができるっていうので、めちゃくちゃ重宝しております。こちら Amazon で5202円で購入することができるので、めちゃくちゃおすすめでございます。続いて第3位は激安ポケットストーブセットと、あとはこちらの火炎ニューエース固形燃料ですね、こちらが第3位になっております。で、これはメスティの自動炊飯に憧れて購入したんですけれども、ポケットストーブこの激安の方は偽物なんですよ。で、本物っていうものはこちらのエスビットっていうメーカーが出しているのが、まあ本物っていうんですかね、このオリジナルであって、まあ、昔から売っててみんな知ってるようなものになると思うんですけども、それの模倣品ですね。で、しかもこちら今出してるこの火炎ニューエースはまた別売りではあるんですけれども、ウィンドシールドですよね。まあ調理をするときにこんな感じで風を防いでくれる風防と、あとはこちら本体ポケットストーブと、あとはポケットストーブの上に乗せるごとくですね、まあ、ちっちゃいものとか温めるときとかにも使えるようなごとくと、あとはなぜか皮膚基棒ですね、こちら結構長いのでこれも結構使えるんですよね。で、それぞれの専用のケースがあって、この全部の7点セットで1199円で Amazon で購入しました。で、持ち運ぶ時とかっていうのはここに火炎ニューエースをセットして折りたたんで、あとは専用のケースに入れて、まあ、こんな感じでこれとかもまあ入れてですね、で、それで全部一つにしてメスティンの方にしまった手でこんな感じで全部スタッキングすることができます。あとプラスでこういうライターとかも入れておけば、あとはお米とお水さえあればどこでもご飯が炊けるというところだし、あとはどこでもご飯だったりとか、あとはラーメンとかそういう具材を持っていけばどこでも美味しい料理が楽しめるというところですね。で、こんだけのセットでしかも税込み送料込みで1199円で購入できたというところですので、これはめちゃくちゃおすすめです。こちらの本家のエスビットのポケットストーブ持っている方であっても、このセットですよね、五徳が欲しいとか皮膚規模欲しいとかウィンドシールド全部欲しいっていう風になったとしても、めちゃくちゃ安く、しかもこのエスビットのこれ多分1600円ぐらいだと思うんですけれども、固形燃料付きで、それでもそれよりも安く全部付属品手に入るっていうところなので、こちら持ってる人も持ってない人もおすすめでございます。で、続いて第2位、今もうちょっと登場してしまったんですけども、こちらのミリキャンプのメスティンですね。で、メスティンといえばトランギアなんですけれども、僕が買った時トランギアがなんかバイヤーとか、まあ、そういう転売する人ですよね、あとはそういうもう在庫を持っている人たちっていうのが結構品薄で値上げをして4000円ぐらいしたんですよ。で、元々の値段が1600円ぐらいなんですよね、トランギアのメスティンが。で、ちょっと高すぎるなっていうところで見つけたのがこちらのミリキャンプのメスティンです。まあ、ちょっとトランギアじゃないけどとりあえずメスティンで
美味しいお米炊きたいなとか、まあ、そういうふうに調理を挑戦していきたいなとかっていうことがあったので購入したんですけれども、届いたら結構驚くぐらいクオリティが高くて実際大満足しています。でキャンプとかアウトドアの醍醐味ってそういう壮大な美しい景色だったりとかを見ながら、それで美味しい料理を自分で作って食べることだと思うんですよね。それが山の上ももちろんいいし、海の目の前でもいいし、で本当にピクニックに行って、まあ、火が使える公園とかであれば、そういったところでちょっとご飯炊いたりとか、これでラーメン作ったりとかっていうことができると思うんですけども、そういったことを気軽に体験できるっていうことがいいと思うんですよね。でしかも外で食べると同じものを食べても本当に何倍も美味しくなるじゃないですか。で特に、まあ、僕冬が結構好きだったりするんですけども、冬の中で食べるラーメン、まあ最高ですよね。まあ、そういったものを自分でこの中に全部さっきのセットとかを持っていけば、これだけで美味しいご飯食べることができますので、もう最高ですよね。しかもこのメスティンでお米を炊くっていうのだと、家の炊飯器だと再現できないぐらいのクオリティの美味しいご飯が炊けるっていうところですよね。でその時に一緒に具材を詰め込んでおけば、オリジナルの自動炊飯料理っていうこともできるので、これ一台あればもう本当に料理の幅、料理できるレパートリーっていうものが思いっきり広がるので、これ持ってない人マジで買った方がいいです。これをフライパン代わりに使うこともできるので、本当に万能なクッカーですね。アウトドアをやるよだけどメスティンまだ持ってないという方であれば、これ本当に試してほしいぐらいの商品でございます。でこちらは Amazon で1280円で購入いたしました。もしまだメスティンを持っていないのであれば、マジで買った方がいい一品でございます。第1位はこちら、ちょろちょろ登場している横沢鉄板が堂々の1位を飾りました。でバーベキューとかキャンプでお肉を食べるのって、僕の中の当たり前っていうのが炭火でやることしかなかったんですよね。でそもそもキャンプとかっていう経験値が少なすぎたので、あんまり外で料理をするっていうのってそんなにイメージができなかったんですけども、この横沢鉄板を手に入れたことによって結構概念が崩されたというか、めちゃくちゃ驚きましたね。で、この横沢鉄板っていうものは炭火はもちろんなんですけども、さっきご紹介したようなガスバーナーだったりとか、あとはアルコールストーブとかですね、そういったものはもちろんだし、焚き火とかでも直接こいつを乗せることによってスマートに美味しいお肉を一瞬で焼き上げることができるというものになっております。厚みは5ミリで結構小さめではあるんですけども、1キロと結構重量があるので、まあ、小さいけど少し重たいっていうところなので、軽量化を目指す人にとってはちょっと微妙かもしれないんですけども、積載に余裕があるよとか、その重たいものであっても全然大丈夫だよとかっていう方であれば、もう最近会った人に必ずおすすめしてるぐらい、僕の中で買ってよかったなっていうものですね。で、これとシングルバーナーさえあれば、キャンプはもちろんだし、山登りとか釣りとかに行った時も、炭を焚いたりとか火を起こさなくても、簡単にこれで調理が一瞬でできるんですよね。で最高に美味しいお肉を焼くことができるというところですので、これだけシンプルなんですけれども、ものすごい実力を秘めているというところですね。普段の使い方として直火ですよね、直火でやってるところにポンって置いて肉をジューって焼いてもいいし、さっき僕が紹介したような秘密のグリルちゃんに乗っけてお肉を焼くこともできるし、であと何と言ってもこの掃除が、まあ僕としてはすごく楽ですよね。で中にはこの折り返してある鉄板とかもあると思うんですけども、それってなんか便利そうに見えて、実はやっぱ友達が持ってるんですけども、汚れがそこに溜まっていて掃除がしづらいんですよ。でこれは何もないからこそ全部これでこのヘラで掃除することができてしまうんですよね。なのでこれはものすごくいいんじゃないかと思います。であとこの平らに全く加工がされてないっていうところなので、かさばらないんですよね。やっぱり角がこういうふうにキュッて折り曲がってたりだったりとか、まああと波打ってたりするものだと、その分ちょっと若干かさばってしまうっていうことがあると思いますので、こちらはシンプルでありながら機能性っていうものがものすごく高いんじゃないかと考えております。ただこれ小さいからそれ一人用なんでしょっていうふうに考えてしまう方っていうのもいると思うんですけれども、ところがどっこいですよ。これは厚み5ミリでなかなか温まらないんですけれども、一回温まっちゃえば全体が同じ
暑さになるんですよね。で、しかも結構な温度まで上がるので、本当に4人ぐらいまでだったらすぐにお肉も焼けるので、どんどん焼いて食べていくっていうふうになれば、結構一瞬でお腹いっぱいになっちゃうぐらいの実力があります。で、しかも真ん中で焼いても端っこで焼いても同じような焼き上がりで調理することができるので、これって炭火だとそうはいかないじゃないですか。網を乗っけたとしても火が強いところ、弱いところ、それで調整することができるっていうところがあると思うんですけども、これはどこで焼いても同じっていうところなので、小さい面積でも隙間なくお肉を焼くことができるので、4人ぐらいまでだと本当に全く問題なく焼肉を楽しむことができます。で、炭だと結構風が強かったりするとお肉に火が入る前に、結構その熱が風で流れてしまったりとかっていうところがあると思うんですけども、これが直接的に熱くなることによってお肉を確実に温めながら焼くことができるっていうところなので、で、もちろん一人で使ってもいいですし、その4人ぐらいまでだったらこれ1枚でカバーできるっていうところなので、これは本当におすすめだと思います。で、こちらは Amazon で4580円で購入することができます。で、今回ご紹介した商品ってものは概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。